こんにちは、ミズノランニングアドバイザーの中島です。皆さんランニングライフ楽しんでいますか？このプログラムはフルマラソン4時間を目指すミズノトレーニングプログラムです。ランナーに向けたワンポイントアドバイスや体づくりのためのワークアウトを全4回にわたって解説していきます。2回目をご覧にいただいた皆さん、課題はクリアできましたか？前回の課題は下り坂の走り方です。体の使い方、目線などに注意しながら普段のジョギングから取り入れてください。では3回目の本題に入っていきます。今からフルマラソン4時間の方のための鍛錬期について説明していきたいと思います。フルマラソン4時間を目指すための鍛錬期とは、スピードとスタミナ両方が必要になってきます。でもそれだけでは実は足りなくて、もう一つ重要なポイントがあります。それが LT ラクテートスレッシュオールドというポイントになってきます。今回はそのことについて説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 LT とは、走っている時に乳酸が溜まってくるギリギリの速度のことを指します。このギリギリの速度で走ることによって、フルマラソンの能力が大きく向上していきます。では実際どのくらいのきつさなのかというと、感覚的にはややきついなと思う速度で走っていただく、まだ余裕はあるけれども決して楽ではない、この速度で1週間に1回30分走っていただくことをお勧めします。 LT の能力が向上すれば、最大酸素摂取量や他の有酸素能力も上がっていきますので、非常におすすめのトレーニングです。皆さんぜひトライしてみましょう。今からフルマラソン4時間を目指すためのトレーニングについて紹介していきたいと思います。本日紹介するトレーニングはサーキットトレーニングになります。上半身、体幹、下半身、3つの種目を織り交ぜたトレーニングになっていきます。非常に効果的ですので、今からチャレンジしていきましょう。では種目の紹介をしていきます。1種目目は腕立て伏せになります。普通の腕立て伏せではなく、肘で支える腕立て伏せになります。このトレーニングを30秒間行います。次に2種目目は体幹トレーニングになってきます。足を交互に押し出すように行います。注意するポイントは、自転車を漕ぐように足を回さないようにだけ気をつけて、まっすぐ押し出すように注意しましょう。3種目目はお尻のトレーニングです。左足を上げて後方に蹴り出すように行います。地面に膝がつかないように注意しながら行いましょう。3つの種目を30秒間行ってください。つなぎはその場ジョギングで30秒行ってください。3種目3セット目指して頑張っていきましょう。まず最初、1種目目は腕立て伏せです。30秒間行います。最初の10秒は楽なんですけれども、後半の20秒非常にきつくなってきます。きつくなった方、膝などつきながらやっていただくこともおすすめです。30秒経過したら、次にその場駆け足になっていきますので、スムーズな移動も心がけてください。はい、30秒です。ではそのままその場駆け足です。ここで呼吸が荒れている方は、呼吸を整えてあげるように意識してあげてください。フォームなんかも意識していただくと非常に効果的です。では2種目目です。腹筋運動ですね。足を前にしっかり押し出すように意識しましょう。余裕のある方は速さを求めてください。呼吸は自然にしていただくこともおすすめです。呼吸は止めないで、しっかり息を吸いながらやりましょう。後半疲れてくると足が回りやすくなりますので、気をつけてください。はい、ではその場駆け足です。実際にやってみただいたら分かるんですけれども、ジョギングの方がすごく楽に感じます。このジョギングで体力を整えてあげるというのを意識しましょう。
はい、では次の3種目目です。お尻のトレーニングになります。勢いよく伸ばしてあげましょう。膝が地面につかないようにだけ気をつけてください。ポイントは上半身、体幹、下半身と3つの種目を同時にやることです。同時にやることで有酸素能力も高まりますので積極的にやっていきましょう。ではジョギングに移ります。休憩は30秒のジョギングです。はい、ここまでで1セットになります。この1セットを3回繰り返して行いましょう。皆さん本日はお疲れ様でした。今回のポイントいかがだったでしょうか。今回のポイントは LT になります。 LT で走っていただくとなかなか切れなかった4時間も切れるようになりますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。今週の課題は1週間で39キロです。非常に距離も増えてきています。さらに課題は30キロ走です。1キロあたりのペース5分50秒から頑張ってみて、余裕のある方は最後上げてみましょう。では次回4回目でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。